ジンエルの時も暴言吐かれたから相方に。てかそもそもね、新型連が俺に黒だったからゲーム終わったんだけど、普通のゲームで終わってた。相方ら釣られたから参照で。うん。ルール違反とかは別に置いといても、ポスジンガ負けだから早い終わろうかなと思ったぐらいだから。これ自爆して OK なんだ。自爆してもいいなら自爆するけど、自爆したらなんかダメなシステムだったけど、何かル、ルーマスが変わったらあれだったっけこれ。 目がちょっと痛すぎてやべえな、これ。目を閉じながらやればいい。高圧的かどうか知らないけど、何をもって高圧的なのかっていう。考えてみて。優しい口調で、脳 <laughs> セレ釣ります。考えもしません。こんなやつと、言ってることがあれかもしんないけど、ちゃんと精査しろって言ってるやつで、言ってる内容はあれでも、人狼プレイヤーとして高圧的なのって脳セレ釣るやつだぜ。<laughs> 俺の方が優しいんだぜ。 精査するって言ってんだから。精査をしてから考えますって言ってる人と、脳知れ釣りますって言ってる人をね、さっきの試合でね、言葉のあれで乱暴だとかって言、やってる内容、人狼プレイヤーとしてやってる内容はどっちがあの冷酷かどうかって考えれば脳知れ釣る人でしょ。精査ーーを入れる人は優しいんだよ。ま,私まあ勝つためにそっちの方がいいに決まってんだよ。だって、振り切られて縄が減って負けらんだもんだってもんね。 あ、でもゲームができればいいな、本当にもう。番。あげてもゲームできたらそれでいいからもうこれ目い目、はい、いてえから持ってあと2、3試合だから。24時くらいまでしかできねえから。1番とか。うーん。まあ初日は黒釣りたいですね。はい。黒。まあただ、どこが黒いかってあんからんですけどね。まあ、大体、なんか話聞いてない人とか。 振られやすいんで、まあ、ちゃんと人の話聞いていくのが大事かなって。そしたらね、苦労が自然と浮き出てくるんじゃないかなって、僕は思ってますね。はい。そのぐらいです。<laughs> あんま良い,いことないですね。はい。まあ、なんか手前の人に触れてるのが大事じゃないですか。なんか思ったことどんどん言ってった方が、多分色落ちやすいと思います。はい。ではね、岩さん。どうぞ。二番。 のプレイヤーは,はがのいまあ手前の人にじゃあ一番さんが村側とか強人でもそうかもしれないですけどまあ白が出る人だったらまあな黒釣れなしそうだなーってちょっと率直な感想ですねまあ一番さん自体が人狼だった場合のみまあなんか黒釣れそうだなーってまあなんだもなくね破棄とかねなんか うん、まあなんかもうそんなオーラがちょプンプン漂ってるなっていう印象なんでねはいまあなんか騎士とかだったらいいなってちょっと率直に思いましたけど一番さんが村陣営の時はねはいまあなんかそんな印象なんでまあなんかまあいいっすよまあ一と二でちょっとじゃあさんあさんりから比較してってみてくださいはい以上です。3番 のプレイヤーは発言してください,ださいはいおはようございます占い仕様はないですね占い仕様とうか略仕様はないですえー、っとそうですねまあ二番の言うことはまあ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 当、まあまあ、かなというかそうでしょうというところかな僕視点からも前の人に触れていきましょうというところで言うと一番が、えー、初日は黒を釣りたいですねって言ったんで じゃ2日目3日目はどういう使い方をしたいのかなって、まあ、すごい言葉尻で捉えちゃうかもしれないけどね初日からと初日はっていうのはちょっと何だろう本当に言葉尻になっちゃうけどまあ一番ともに一番二番ともに2週目かなとは思っているけど言葉尻を捉えて、まあ、前者に触れるってなるんだったらそうなるかなうんそうですねまあ時間余ったんで言うと自分的にはなんか役の人っていうのは何だろう、まあ、特に彼の人だ 初日はもうなんか出てほしい、なんかない、占い師とかなんかそういうのにはなってほしくない。4番のプレイヤーは発言してください。さいなんか1、2、3で村っぽいなって思ったのが2番かなと思って、1番が村だったらなんとなく。 まあそのなんとなくっていうのはなんとなくだったとしてもなんかどこがっていうのを言ってくれたらあ,あそこは私と一緒だとか違うなとかっていうのがあったかもしれないなとは思ったけどまあそのふわっとさせた感じで2番も終わってるからまあ私もなんとなくかなと思ったなまあぼやっとしてるなと思った1番に関してはでまあ3番に関しては2番の1番2番比較してっていう風に確か2番って言ってたと思うけれど比較した時って えとまあ言葉尻を取るとそうなるわなみたいなのじゃなくてえと1番2番比較するとどっちが印象がいいとか悪いとかっていうふうに3番は言えてもいいかよかったかなと思っているからなんとなく1番と3番はあんまりなんだろう印象は良くないなと思っている2番は割といい方かなその2人に比べればはい以上です5番のプレイヤーは発言してくださいうん役内だったら3人でいい,い,いいんじゃないですか、うん 特に3番なんて、え、自分がその役じゃないのに出てくださいってやばいでしょ。うん。普通に隠れてる方が正しいに決まってるのに出てください。自分がその役だったら勝手に出ればいいだけで、人が、人が、一般的にね、その役持っててね、出る人いないでしょ。隠れたがるでしょ、普通に考えて。うん。だから、それでね、そんなこと言うことってないと思うし、一番の話は初日のことしか考えてない人は、うわーって言うでしょうね。 二日目以降のこと考えてたらからでしょうね。はい。それういうこそういう組み取りもした方がいいんじゃないですかと思いますよ。うん。アントニってなんでその、隠さなければいけない役についてペラ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 炙ろうとするんですかね。うん。まあ、二番よりは三番の方が明確におかしかったですと思うんで、三ずりでいいです。以上です。はい。はい。お願いします。占い師です。五番三白出てました。 5番さんがしろです。把握お願いしま,すまあそうですね、まあ狩り度に関しては任せますが、まあ現状グレーランだったら、まあ狩りがなすそうな2とか3に票が集まるのかなという印象です。うんてかまあ前半の発言の伸びの少なくから割と前半一に人外は一匹はいるのかなという印象ですかね。まあ初日発言ちょっと伸ばすぎて、芯取りすぎて噛まれるのも嫌なんで、まあ2日目、 からは発言もっと伸ばしますが初日に関しては伸ばしすぎないようにというか、うん、あんまり新芽取る必要ないのかなと思ってるんで、まあ、現状ご後白で盤面次第で釣り地言っていきます以上です7番のプレイヤーは発言してください はいいいお願いしますが把握1番から触れていくと1番は初日黒を釣りたいちょっと弱いかなと思ってる思ったことを言え2番ちょっと強じなのかと思った1番に棋士かって言って棋士を出そうとしてる雰囲気がね3番さんは色がないんで色あのい、ー、らないかなと思ってますはい申し訳ないからね4番さん精査してるようなんだけどねヘイト向けてないのがちょっと気になった。 5番は乗っかりなんだよね。4に乗っかって3いらないっていうところ。そこに6が5白打ってるんで、5ローで6強の目線もあるのかなと思っているの。平和になったらごめんなさいとだけ言っときます。はい、そんぐらいかな。現状5が怪しいんだけど、まあ、白先なんで釣れないんで、もう一回再生差、うん。1、2、3、4再生差して、そんぐらいかな。 はい、あとこの村、ムラの役語り禁止なんで、そこだけ把握お願いします。はい、以上。あと60秒はきっちり交差しよう。以上。8番のプレイヤーは発言してください。さいまあ、俺も2番白いと思ったのよ、ね、なんかその1黒の時の話と1白の時の話が、まあ、あんまり色が見えている発言じゃないなと思って、なんかそこの白取ってる4番が釣り位置じゃないと思ったんだよね。で、三番はでも、 4番は1番と3番の印象が悪いって言ってるけど、3番はね、これ逆考察になるけど、狼っぽくなく、2番、3番、4番、次位置じゃないなと思ったから、5番が2番、3番って言ってるから、5番黒いなと思ってた。7番は結構いろんなところに視点なんか言っているから、俺も6番教授に5番黒とかってあると思ったから、7も次位置じゃないんだよな。だから、仮にグレーだったら1なんだけど、現状ね。あの、5番、 仮に6番の対抗がもし出てきたら5番っつってもいいかなと思ってはい9番のプレイヤーは発言してくださいはい9番占い師8番さんが白でした8白ですそうねまあ霊能者は初日出てね彼らは二一このまま2一とかだったら出てほしいけどね出た方がいいかなと思うけどまあ任せるわ もうここまで聞いてて単純に不審な行動をとってるのは3番さんじゃない ?5 番さんの指摘通りだと思うけどな。自分がその役持ってないのになんでいきなり出させようとしてんのって単純に思ったけど。なんか1への触れ方もなんか3番さんってちょっと違和感あったけどな。3番さんが浮いてるなって現状思ってる。1番さんは黒ついたいよねって言ってたけど、その1だからね、結構自分にハードル高いハードル出してんなと思ってるけど。 ラランさんはなんか強人強人って結構言ってるイメージあったけど、まあ広く触れてたけど、なんか強人って言ってたのが <laughs> 印象に残りました。1番のプレイヤーは発言してください。レノはレノ。んなんで出んの出ない意味がゼロだけど。うん。ええー。 だるいうーんまあ、俺、狩りね、狩り。はい。例の出てね。はい。まあ、24はね、だいぶ他の印象悪いよ。まあなんかだいぶぼやっ殴られた。素晴らしいだと2番4番が白く見えるのかなーと思いながら話聞いたけど。はい。ちょっとなんか <laughs> さ、サボろうかなーと思ってたから、例の出てほしいんだけど。はい。2番3、例のね。はい。なだで出ないの本当に。早く出た方がいいですよ。はい。 釣り値難しい。なんか7番さん結構視点ぶれてるかなと僕は思ったけどね。片白が釣らない方がいいと思いますとこ,こは,はい。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。そう。まあじゃあいいあじゃいの ?3 番5番のランで。だってあと、疑われてる人はあんまりいなくないプレイで。まあ一応片白でも5番さんは疑われてるんで。結局3番さんも多分。あまあじゃあ、じゃあ一応あの、 俺は3番5番の欄で提示はしとくけど、多分3番さんで絶対釣り位置入るから対抗を選んでください。3番さん自身が。はい。あの、全然あの、個人的には片白全然釣りたいハバスなんで。やっぱね、陣外が陣外加工,加工の強いんでね、このゲームね。まあ、しかも2一1番面なんで。はい。まあ、全然片白含めて、あの、3番さん対抗を上げてみてくれていいかなと思いますけど。 まあなんか村のヘイト考えるとさ番さんがほぼ釣られるのかなって個人的には思ってますけどはいどうぞ。 発言し,してくださいまあそうだね、まあ、1周目ちょっと発言悪かったかな。えー、っとね、現状ね、えーっと、2人言うと、俺は377にしてほしいかな、三七七なんてかっていうと、4に至っては別に、えー、っとまだ2周目聞いてないんだけど、1周目はちゃんと1、二三の精査をしていたと思うから、4についていきなりここをつろうっていうところではないかな。うん、で、8番ももう片白もらってるけど、8番が仮にグレーだとしても、 えーっとずーっと4、5、6、7と3はおかしい、3はおかしいって言ってる中で、別に8番視点で、まあ、8、9、6、6だったらあるかもしれないけど、3の別にそんなおかしいこと言ってないよってフォローする意味がないと思うんだよね。特に強靭としてはおかしい、強靭とかもないのかなと思うし。うん、っていうのが現状ですかね。5番に至っては なんだろう俺別にもう役でも何でもないですけど、あの、もうこの、ここから役が出ないから、両占い師に対して言えるのは、クロスでいいんじゃないですかクロスで。ね、9番地点5がおかしい。まあ、9視点はどうなのかなわかんないけど、5占って、6は8占って。ただ、現状、自分的には盤面だよ。盤面としては6の方が真強いんじゃないかなと思う。なんだろう、う9番の出方っていうのが、 いやーまあこれも安直やんね。まあなんか8が村っぽいなっていうので8白って出したんかなってすごい安直やけどね。ごめん。まあ69に至ってはちょっともうちょっとフラットに見ます。まあ今の発言はちょっと撤回しますね。なんか俺の単純な思いで見ましたけど。うん。4はつりたくない。37のランにしてもらいたいかな。7の方がやっぱおかしかったかなと思う。うんまあ5もおかしいかなと思うけど一応片白だからね。はい。37のラン。はい。以上。4番。 5がおかしかったっていうので、えー、とまあちょっとそれは撤回しちゃった話なんだけど6がンっていうふうに追うんだったら5強陣っていう話を追ってるの5強陣だったら3の釣り押しって結構厳しいと思ってるけどなんかそこら辺はよく分からなかったどこがおかしかったんかなと思っててなんか5って 私が1、3が印象が悪いよっていうふうに言ってて、5って誰かが2、2 3って言ってたんだけど、3じゃなかったそれは分からんなと思っちゃった。3、7だったら今のところは7かなと思ってある。まあ7の発言聞き次第ではあるけれど、7って、えー、3番に違和感を感じていて、5が乗っかりで3を押しているっていうふうに言っているけれど、3に違和感を感じてるんだったら、5が乗っかりだとしても、 えっと、それを釣りをしてるんだったら、印象は良くなるんじゃないの ?7 番目線はって思っちゃったかなそのぐらいかなまあ、3番は3番で、まあ、初集の話を持ってくるんだったら、その1、2の精査っていうのを、まあ、まあ、結局は役役だったんだけど、もっとできたんじゃないかなとは思ったぐらいかなそのぐらいかなまあ、その7番さんの返答を聞きたいですね、それは、普通に。 もう一回言おうか <laughs>。三は七番目線、違和感がありますって言ってました。五っていうのも、私に乗っかって三を釣りをしてるから。五も怪しい。片白だけどっていう風に言うんだったら、三が怪しいんだったら、五が引っかかった気持ちも分かったんじゃないですか。排、は、除、い、です。五番のプレイヤーは発言してください。まあ一番言ってる七番のあれが四番。解説した通りね。とって全く 違うわけでしょで、ね、3番が怪しいのに5番も怪しいって言ってるところが7番がおかしいんでしょ ?7 釣りでいいよ。2>, 2番がまともな役を持っていたら、騎士を透かしてんじゃないまず。騎士を炙ったやつから釣る。それに擁護してる8番もおかしいだろ。私らだったら8、3の釣りだったらいいんだよ。なんで騎士を守ってる5番を釣るんだよ。だからそういうプレイがダメなんだよ。8番が5番を釣りますってありえないだろ。騎士を守ったのって5番だぞ。 そういう人は釣らないんだよ。騎士を守ってるのが村。炙ってる奴は人害。そう見て釣るんだよ。なんで5番が含まれてんだよ、まずよ。7番でいいよ。7 8のランでいいよ。8番も黒い。狂人かもしれない。そういう精査をするな。騎士を炙ったやつから釣っていく。岸を守ったやつをなぜ釣ろうとする。8は許さないからな、俺はな。7釣り。6番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、お願いします。 まあ役に関してはまあいいんですけど8番のコードって前半終を割と白く置くコードだからあの流れで234とか1とかあのらへんをあまり釣りにかからないっていうコード自体はオカミっぽくないと思うんですけどまあ9が白打って前半1にのオカミいた時って9オカミだった時って結構悠長なことしてるなって思うんで。 旧極人は全然あると思うんですけど、うん、あんまり8占いたくないなと現状は思ってるというのが第一感想です。まあ、釣り地に関しては、まあ、3か7といったところで固まるのかなと思ってるんですけど、まあ、3に関しては最後ら辺の発言が余計だったんで、まあ、僕オオカミよかれた時のラインにされそうだから、3全然オオカミ自体はあると思うんで、 投票しよううと思うんですけど、まあ、7に対する7の5の対しての圧かけというか、ヘイトの飛ばし方っていうのが、割と人外行動なんかなと思ったんで、まあ、7の2周目次第ですけど、まあ、3か7に行こうかなと思う。片城と進行はね、偏ってますよ、割と進行的に。<laughs> 僕はあまりしたくない。うん、相手の片をだったとしても。はい。なんで、 LINE、まあ、疑われそうな3番か、まあ、5を「ヘイト」と出し方がちょっと自然だった7番どちらかにいこうかなと現状は思っています、はい、7番のプレイヤーは発言してください。 まあ俺目線5番が一番おかしいんだけどね5番は一番最初4番に便乗して3番を釣るって言いながら、えー、と意味もなく俺に釣り,あの釣りを変えてきたのがおかしいのは5番要素ねで3番俺のおかしい要素何俺ちゃんと6番の生産をしているよ6番が狂人でご神様を囲ったんじゃねえかって言ってるよ何,何で3番を俺を釣ろうとしてんのはい許さん何の見ますて、ね、で占いはクロスしてもらいたいと思っている2周目は6の発言聞いたら6が心配だと思っているだから5番狂人に ように見えている。な、うん何で狂人で。五番百、ね。番100人顔中と思うんだけどね。はい。何言ってんのこの人たちは。やばいと思うよ。あ、占いクロスっていいんじゃないの。持っている。九番は、ね。騎士を守る狂人ってマジで何なんだよ。ね、本当に真面目にゲームしろよ。騎士守ってる狂人ってやばいだろうよ。こ、うんね、に騎士守る狂人ってよ。騎士守る狂人ってどういうことなんだよ。ううちゃんとゲーム取り組めよ。騎士、はい、守ってる全然です。五番なんか圧倒の村だろう。 発言者さんなんかしなくていいよ。んんいいよサン3番裏にして仮に3番人狼結果だった場合ってのは俺は占い振動だと思ってるんですよ。ただ、えっと、これは逆考察になるけど、まあ、3番の位置でカリウドを押すかせる行為で,、うん、で3番自身もカリウドさっさとでてグレーの視点詰めたいって言ってるのって、まあ要は5番の3番殴りって進行路の違いでしかないんだよね。 まあそれ言うんだったら2番もそ,そうそうとカリウド非竜度、火竜度を透かしているし、5番結局リ竜度なかったんでしょ、そんなにぶち切れて。えっと、6番、9番審議ではなく、俺がもし9番が偽,だ偽で5番に黒打った場合っていうのは、俺はちょっと5番に行っちゃいそうなんですよね。あの9番、6番の審議を度外視し,して5番が黒いから単体で。だから8番と5番のランにしてほしいと思ってて。 えっと、六番発言。まあ、あのしんっぽい感じはあるんだけども、だめだよ、これもうよ、弾けてもらおう。もうダメだわー、これ<俺>。こんなので、ゲームに何年も、いつもこんなふざけた進行ばっか取って番番した方が、六視点でも、視点が、要は八番釣られたして時でも、六番が死んだった時、まみが出るし。まあ、仮に,こに。このロード言ってるのは、おかしに決まってんだった時にがられて、八月。もう役がちゃんとやんねえんだもん、もうよ。六番狂人、五番狼とかの場合は、結構辛いと思ってるんだけど。 現状、占い神教、神経だと。ちゃんと役がやんねんだぞ、これよ。進行取れよ、まずよ。グレーからいけよ、まずよ。4番、5番とかあるかもしれないかなと思ってるが、<laughs> っていう感じかな。はい、7、8あるかもしれないから、七ずれていいもんな。2番も3、5番って言ってるから、5番ランテージにしていいんじゃないかな。はい8番、5番のランで、俺は5番に行きたいと思ってます。五種結果出て時ときも最生的<番>明らかにおかしいだろうよ。発言してください。 なんかちょっと8番さんが変なこと言ってて、なんで58ランって。ありえねえだろ、自分も同士の決めた。なありええだろ、9番がまだまともだから俺も。8番は明確におかしいもん、8番。なんでそんな8番おかしいだろ、この78番。音 8, 8見て8番を釣れないやつが一番やばいよ。35ランがありえねえだろ、5番ってまっとうだろ。 騎士を守っている時点でもう5番なんかつったるような役職なんかもう消えればいいんだよ。かだから2番は平気な顔で騎士のことを言うんだよ。1>, 1番に騎士について言うんだよ。ね、黙ってなきゃいけねえんちゃん,んと大人のプレーヤーになってくれよ。 7番でいいよ。7番上げたことだけはいいかなと思ってるけど。7番しかねえだろうなこんなもこのななぽ黒すぎだろな番の。7番さ 2>, 2週目聞いて6が辛ぽいっっ。騎士を守ったやつが黒いなんて言ってるやつはもうありえないんだよ捕られればいいんだよそ3 3れがとか言ってたけど3番さんもそれやってるからね。よくわかんない。7、8許さないって言ってんのよくわかんなかった。5番さん2周目に関しては。許すわけねえだろこのやつら。変わった村だなてて。黒すぎだろこのやつらも3。7番どっちでもいいかなと思ってって。どっちも俺はあんまり辛ぽく見てないわけでしょ。特に理由もなく。 3番ずるってもう7番の話がおかしいんだからしょうがないだろうな、7番ずるしか。2>, 2週目もドスブロいはもう。ち,ちゃんと精査してねえんだもん、6と9のシン見つけて、6のシンがあるから3番は俺を釣らなってってんだよ。7番でどっちの占い師なんだろうってい,いう。あ、3、4、7だったらね。三7でいいと思ってね。ずるしかねえよ、もう、また。女のギーで、女のギーでもう7しかねえだろうな、もんあれはどう見ても7しかねえだろうな、釣るのは。 もう怒りのレベルだ。まともにゲームしてほしいわ。役を炙ってる奴は釣らない。それが村だ。わからないだろ、その精査の方が難しいだろう。俺みたいに、人外の時に役を炙るとかの方がわかりやすいだろ。1467。14。3番。 七番,番に対してアンサーするけど、ぶっちゃけ七の黒要素っていうところは、俺正直そこまで感じてない。ただ唯一感じてるかなと思っ発言してるのは七だよ。あまあ3の要素ではないけど、まあ三は村にはないよね。もういいんじゃないっていうふうに一ゅう言ったよね。1, 4, 6, で、何でも言えるんだよね。偏ったし、ごうんこなさい、6, こういう形でね。うん。ただ別に七の二周目 っていいうのも別ににそんなにばっかんなっただ、俺的には4番が村だから、347ってなったときとか、35ってなったときに、5番は片白。ね、で、5番っていう人間は、あのー、まあ、すかしてんじゃねえよって初集を言ってて、まあ二2周目ちょっとおかしいかなと思ったのは、7一定な73の才をつけたときに3の何だろう、3より7の方がおかしいと思った理由が なかかっったのがちょと番ら言ったやもう。一と読んで言っただろ。うなんで俺の話は聞かねえんだろう、村も。二周目聞いた中で、まだやっぱりおかしいな点って拾えない。村として置いていいんじゃないのかなと思う。で、八番っていうのも、今の発言聞いた中で。一番おかしいのは八番だろ。だから、片城で五番、騎士を守ったのって五番なの、明確に。この五番の人は釣らないの。 そういうふうにちゃんとゲームすんの。しかも片代、片しろ。騎士を守ったのは5番なの。こういう人を釣ってる霊能とかはもう論外なの。その5番がおかしいって言ってる7とか8とかの別にいいの。8の方がおかしいの。騎士を守ったか守ってないかでまず判断しろ。2番みたいに騎士を守らねえで役がいます。じゃあそ、じゃあ分かんなくなるじゃん、ゲームが。番たかったね。自殺にゲームしちゃダメなの。わかりやすくゲームしろよ。村で行くなか。

はい、5番普通釣るんだけどね。うん、白酒だけ釣れないだけね。はい、3番には一っとく。38ローロパも100%持、ね、ってるよ。8番強人だと思っている。あの3のなんて言ってんのにあの8番5番に投票してるね。5番が白だったら9番がなて白だったら、ね。一面がおかしいのって5番って最白なんだよ。番番要素を拾い方がおかしいの、この村は。騎士を守ったのは5番なの。強人、人狼で騎士なんか守るわけねえだろ、マジで。 は5番の人は、本当にオーソドックスで、一番日本なの人狼ゲームの、子供たちの日本なの、騎士を、ま、守れないやつから吸っていく、当たり前の子供でもできる人狼ゲームしろ。<の>そこにくだらない精査ばっかりして、7番でいいよ、もうでい7番でいいよ、7番いよ、7番でいいよ、7番でいういよ、7いうプレイはいよ、ないいよ、7番でいいよ、いい番でいい番でいいよ、いいいいいい あのね、まずゲームをしている上で騎士を守っている人って5番なんですよ。この人にランテージ含めてる霊能っていうのは要素の拾い方が間違ってるんですよ。騎士を守る陣外っていうのと騎士を守れない陣外どっちが陣外かって。騎士を守らない人なんですよ。だから陣外コール取っちゃいけないんですよ。2番とか3番が村だったら。2番は霊だけど。この人は明確にちゃんとやってるんですよ。騎士を守るという。陣外コール取ってないんですよ、5番は。 うん、ここがポイントなんですよ。これがね、インゲームの。俺俺をを殺しししてての出何がしたいの9番は、はい、まあ、1番は2番持ってね、はい。まあ、5番狂人か、8番が3にいってるのか、ああ5番狂人かな。まあそんぐらいですわ恋愛行動を取るっていう、はい、その両者の拾い方をちゃんとやってくれよ。ねはい、なんで騎士をあぶったやつを怒って騎士を守るやつを釣り位置に上げてんだよ、この村は。はい よくわかんない。普通に初日は5番でしょ発言がおかしいんだから。はい、この村で勝つのかなと思っている。はい、以上です。あ,あと2番3つ、ね、出てこたたいないとダメだよ例のね。まあ、2番がなんか人外でやってんだったらもうあのー、負けなんで、まあ、そこだけ。2番の2戦、まあ、は終わなくてもいいと思ってって。発言おかしいの7番だろうよ。みんなから突っ込まれてんだろね自分の発言をちゃんと言ってくれよ。3と5って別の感じだろもち、ね、でも3と5どっちも悪いって言ってんの結論が。 4番が言ったよ。それが7番変だって言ってんの。5番がおかしいしか連呼しいや奴なんか釣れに決まってんだろうよ。占い審議はよ。9番が死んだって言ってんのちゃんとやれよ。感情でゲームしてんじゃねえよ。まずゲームをするよ。時は変わるんだよ。3番が5番のランテージ外して7番行ってんだから、そこで3番どうして釣れんだよ、俺がよ。真面目にゲーム取り組んでほしいよ。7と8なんかもうあり得ねえだろ。5番がおかしいなんか言ってる時点でもう。 8番なんか釣り位置に上げねえことがおかしいんだよ。もう明確に8番変だろうよ。村でやってんならおかしい精査になってるから、2番とか3番のプレイを変えないといけない。人外、騎士を炙ってるのは人外コード。人外コード取ってはいけないの。5番の人ってもう超オーソドックスで子供でもわかる見本なの。5番の人のプレイって本当にお手本なの。騎士炙ってるやつを釣らないで、騎士炙ってるやつを村で見るっていう、その精査をするから負けるんだよ。 炙ってるやつから釣りでいいんだよもう変えていかなきゃいけないんだよ一人一人を昨夜は誰も死にませんでしたどういうことだよこれ占い守りじゃなくて二守りでしょこれ8番のプレイヤーは、ね、発言してください7が最初だと思ってました7が最初だと思ってましたえっと9番が5黒ねはいじゃ5番釣って破綻したら 一番五 h どこ。五 h どこ。売り切りだろ。じゃあ勝ち確じゃない。売り切りだろ。おばあさん自爆したら。黒いよ、マジで。はい。それか、急強陣で。七番の相方が三か四か分かんないけど、回避した方がいいよ。うん。じ。真面目にゲーム取り組んでないんだったら始いい。八番5番,7番狼だった時って、六番八白。打つかな。 9番巨人5番7番オオカミ69釣り切り34精査終わり絶対釣り切り、うん、占いよはいちゃんとゲームする7番は黒いでしょ、まあ、しどす黒でしょ76なのかなこれえっ9番76なのかなこれ76っぽいよねあっ4番なんで5を釣るんですかね5番差はし城になってるんですが 何を言ってるんでしょうか8番さんは、うんまあ。7黒で落ちてよかったなと思ってなんか占い精査不当だなと思って9番に対してだけ話しかけてきてるからこの人9番何言ってんだよってだっていらないよだって7番って理由なく9番が偽って言ってんだもんいらないです単純に。だから7投票して7黒だったんなら良かったなと思ってますどうだろうね6が3投票してるから、まあ、6七単純にあると思ってて。 まあ6強陣だった場合は3かなと思ってるよ。共同不振だから3、七ラで狼、狼でやってた可能性もあるかなと思ってるけど、まあ基本的には6番釣ってもらえればいいと思ってる。4番さんから人外要素ないし、5番も特にまあおかしくはなかったけど、狩人云々のところで3番も狩人あぶり出してるからそこだけよくわかんなかったけど、それ以外は特に要素ないんで。はい、6釣って、まあ1つ占うのがベストだけど、まあ6番さんが7投票できてないから、6釣りからできるんじゃない 6つってもらって俺1つ占い落とせばもう勝ち格なんですが、そういう状況です。自分は7、七番さんに同票できてるし、7球なんてどうやったって終わらないでしょこの状況って。だから6つってもらって自分が1つ占い落とせばもう勝ち格だと思う。1番のプレイヤーは発言してください。さいはい。うーん。結構6番行はば引き切り終わるんじゃないかなと思って。うん、そうですね。引き切りですね。はい。7374。 73で、3番が自分の対抗軸7に、7番のクラスあんまないけど。うん、3番が7番のいる知らんそうだと思ったんだよ。昨日はね、聞いてて。だから、あんま37で繋がってるのは僕正直思えないんだけど。あるとしたら4ぐらいじゃないかなと思うけど。69引き切りでいいんじゃないかなって思ってます。僕は。はい。まあね、繋がるとしたら、まあ、それ9よりは6な気がするけど。 まあ,番さんあまりにも、ね、7番も雑に殴り、9番さんも結構7に殴ってる感じ。7、級でやってたらうまいなと思うけど。う、は、まいとかな、雑に切りすぎてる感じ二 2>, 2番のプレイヤーは発言してください。さいまあ、じゃあ、千葉さんの士さんがね、はい、3、7、三七狼に見えないっていうんで、いや今日は4、6のランでお願いしますね。 まあ当然ですけど、9番さんはね、7投票できてるんで、9番さんはあっても標準かなと思いますんで、まあ6番さんにちょっと芯があると思ったら、グレー詰めましょう。で、グレーの投票先は4番で結構です。4番が3投票してるからね。はい。なんで今日は4番と6番の欄でお願いしまーす。はい。9番投票とか、あの、6番芯なら、あの、 死ぬだけなんで <laughs>、やめてくださいね。今日は46の欄でお願いしますね。まあ37終われてないらしいんで、まあ別に4番釣ってから、明日6番釣ってでもいいかなと、個人的には思ってます。まあ9番の占い結果も落ちるしね。はい、よろしくどうぞ。3番のプレイヤーは発言してください。いさいまあぶっちゃけ言うと、あのー、 37持ってるのも全然あるとは思いますけどね <laughs>。うんまあいいけど。えっ、ー、とー、46の乱ですか。4番かなどうしても、釣りたくないんだよな。まだ。まだっていうか、要素がないのに4番を釣るってことはできないんだよな。うーん。俺なんか正直占い心境だと思ってて。 ってなったときに5番っていう人物が怪しくなるのかなって思ってる。うー、んうん。ではもう6吊るしかないのかなって思ってる。うん。あの、9にシーンが終えるかって言ったら、あの、俺の昨日の発言でもそうなんだけど、ちょろっと出してるけど、盤面的にはちょっとい弱いのかなと思ってたけど。うーん。ちょっと4つ吊る様子が全くないんだよね。 うんですね。まあ4、46の乱ってなってるんで、46で行くんだったら、6行こうかなと思っています。よっぽどこの後46の発言でひっくり返ることがないようだったら、現状3番という人間はそういうふうに思っています。占い振動なのかな心境なのかなと思ってたけど、まあ、自分視点はそんなところですかね。うん 8番が人外だったらマジで泣くかなと思うかな <laughs>。うん、なんかすごい8番に助けられたかなと思います。はい、以上。4番のプレイヤーは発言してください。さい自分の昨日の視点は私は8番、5番に引っかかる点はなかったんだよね。8番が黒の場合って5番、8番ランにしてくれっていうふうに言われて8番釣られたときって必然、8が黒のときね。 自然的に9の偽っていうのがめくれる話だから、それはあんまり理がないと思ってる。あっても強人かなと思っているから、8は白なんじゃないかなって思った。で、なんか、なんだろう、5番に引っかかっている人が多かった。8番も引っかかってたよね。でも私は5番には引っかからなかったんだよね。な,なんでだろうなと思ったんだけど、ちょっと待ってね。はい。で、私は進路もあるんじゃないかなと思っていて、9が真なんじゃないかなと思ってる。7級だったら切りすぎ、無理だと思ってる。<laughs> あの、なんていうの あの勝てない7球だった場合って7球が勝てない構図だから九が真だと思ってるんだよね。だから、えっと、6がローだと思ってる6つ,6つ釣れば終わると思ってるからじゃ1番って守りができるでしょ。そしたら九が4占えばいいじゃないって話になってくるんだよね。と思ってるんだよね。7球は絶対につながらないと思ってる。なぜならあのじゃあ,あの占い師釣り切りしましょうってなった時に7球が勝てないから。 だから、えっ、ー、と、6を釣って、9が4を占いして、1が9守りすればいいと思ってます。かといって、私は3を、結果的にね、あの、この盤面で3を黒いだとは思ってはないです。はい、以上です。6。5番のプレイヤーは発言してください。2>, 2番はまともにゲームをしろ。6、9、すり切り。6から行っあ、たつ9。8、3、4の話聞いたか ?1 番の話を無視する3番、4番。ありえないだろう。何が3番、4、6、4、六の何だよ。 5番が怪しいっていう。8番の発言を聞いて5番号を隠しろと思えない8番と3番はおかしい。狂人の可能性がある。6級釣り切ると4番は言わない。おかしい。わかったか ?834 に狂人がいる。どうしようもない村がいる。2枚。6級を必ず釣り切る。7級もあるから6級を釣り切る。わかったか ?2 番。明日必ず6番、9番釣って3、34審議をつける。 こういうことを言える奴が正しいんだよ。分かったか騎士を炙った奴を釣ろうとするとか。ふざけた進行を取ってる。8、3、4が狂人。8番、3番、4番、狂人がある。必ず釣り切る。6番、9番を。6、9ね、今日。はい。6番のプレイヤーは発言してください。はい。お願いします。2番が言ってくれたと思うんですけど、4番から言った場合って、 負け筋増えるんかなと僕的に思うんで、今日は6球でいいんじゃないかなと思ってます。まあ、結構部が悪いと思ってるんですけど、まあ、初日オオカミ連れてるんで、絶対悪いけど6番行く。じゃないと、この村4番釣る。絶対いいこの村4番釣りそう。で、3も村で釣られた場合っていうのが負けになる。普通に考えて6球なんだろう、もう。芸能が本当にふざけてんだもん。うん。 ちゃとんと基本をマスターしてほしいわ。要素の拾い方は5番が本当に先生のようにやってんの。5番なんかまともだろう、村の時の5番なんか分かりやすいだろ。3、8。子供でも分かるようにやってんの5番っておかしいと思うんですけど、ね。いやもう6釣らないと4番釣られるから。今いるのイチロなんですいやー、これ6進だったらもう2番が悪いよ。8番のあの話とか聞いて。どっちか絶対村なんで、うん 6級乱をできない人ってもうやばいと思う。6級釣り切り言え,言えない例のなんかやばいと思う。はい、ち,ょちょっと2番3の進行に反しますが、他9番3に入れます。焦って4引く必要はないと思ってて、でただ4の,あの白老のケアだけはお願いしますって感じです。はい。投票を始めてください。こういう時は7番なんだけど、 6 3、3、4のシーンに作るよ。この村6釣らないと大変なことになる。明日も3、4の黒の方釣ると思う。だけどもういい、しょうがない。ちゃんと仕切れねえんだもん、全員。1番しかまともなのがいなくて消えるんだから、1番が。選ばれましたあれ、終わったのこれ。ゲーム終了。村人の勝ちです。